加納安梅です。看護師として働き続けて49年、転換を発症して35年。振り返ってみると、看護師で転換当事者の私は、転換があろうがなかろうが、病や障害があろうがなかろうが、その人らしく生きていくことを求めて応援し続けてきたの。そしてそのエッセンスだけを詰め込んだのが、この知識より大切なことがあるスーパー指南書、転換と人生。今回解説するのは第2章の当事者心構え。知っておいてほしいことはたったの4つだから、最後まで見てってね。1つ目、転換の有無で人生の価値は決まらない。転換と診断され、これからの人生が不安です。転換と診断されてすぐはまだ転換のこともよくわからないし不安よね。でも大丈夫。古今東西、転換を持ちながら活躍してる人はたくさんいるわ。転換に限らず、誰だって諸事情を抱えてるもの。転換があるということも決して特別なことではないの。転換はあなたの一部であって全部ではないってことも忘れないでね。薬さえ飲み忘れなければ、生きることに忙しくって転換のこと忘れてるくらいがちょうどいいのよ。あなたの人生の価値を決めることができるのはあなただけなんだから。転換の有無で人生の価値は決まらないってこと、絶対に忘れないでね。2つ目、自分で自分に偏見を持たない。転換を理由に自分で自分の可能性を閉ざさない。転換があるというだけでできないこと、してはならないことはほとんどありません。自分の転換を認めたくない、恥ずかしい、転換だから無理だ、仕方がない、転換の自分に価値はない、なんて自分で自分にレッテルを貼ってない。自分で自分に烙印を押すことをセルフスティグマって言うんだけど、自尊感情が低下してしまい、社会生活を極端に制限してしまうこともあるの。慢性疾患とともに生きるっていうことは、現代社会において決して珍しいことじゃないの。多くの人が様々な慢性疾患とともに毎日を過ごしてるのよ。近眼にはメガネやコンタクトレンズ、転換には抗転換発作薬。発作が抑制できていれば、普段の生活は当たり前の注意で十分。大切なことは、発作があってもなくても自分らしく生き、人生を楽しむこと。自分の可能性を信じて、自分で自分に偏見を持たない、自分で自分の可能性を閉ざさないってこと。当たり前のようですごく難しいけど、ものすごく重要なんだからね。3つ目、自分の転換のエキスパートになる。当事者が変われば社会が変わる。自分の病気のエキスパートになるってことは、慢性疾患の治療において最も重要なこと。自分の転換をよく理解し、病気とうまく付き合うことができると、発作はより少なく、薬の副作用も少なくなり、生活の質が向上すると言われてるの。そして当事者一人一人が自分の転換のエキスパートになって、自分のことを今より語れるようになっていけば、社会も少しずつ変わっていくんじゃないかって思うの。自分の転換のエキスパートになるってことは、自分の人生のエキスパートになって自分らしい人生を歩むってことにつながるんだから、忘れないでね。4つ目、災害も人生もいつも本番待ったなし。困難に立ち向かうために一番大切なこと、それは自分の身は自分で守る覚悟。自分の身を自分で守るということは、子供であっても親や周囲に期待してはいけないということ。災害があろうがなかろうが、人生には常に危険がつきもの。何があっても大丈夫と自分の頭で考え、適切な行動が取れるように日頃から備えることが大切。まずは自分で正確に処方箋の内容を書けること。自分の転換がどのようなものであるのか、発作が起きた時にどのようにしてほしいのか、自分の言葉で伝えられること、この2つから始めましょう。災害も人生もいつも本番待ったなし。日頃からの備えが大切よ。当事者心構え。1つ、転換の有無で人生の価値は決まらない。1つ、自分で自分に偏見を持たない。自分の可能性を閉ざさない。1つ、
自分の転換のエキスパートになる。一つ、災害も人生もいつも本番、待ったなし。簡単でしょ？これで十分なの。はい、これで当事者心構えはおしまい。どうだった？どうしたらいいだろうって困った時に、この心構えに戻って考えてみてね。そうすると勇気が湧いてくるはずよ。次の動画は支援者心構えよ。この動画の最後に関連動画の再生リストを紹介してるから見てみてね。皆さんがちょっと元気になるお手伝いができれば嬉しいです。スーパー指南書転換と人生のデジタル版を無料で配布してるから自由にコピーして使ってね。動画の概要欄にリンクを掲載しておくのでぜひ活用してください。じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。